はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。9月11日は日曜日でございまして、5時半を回りました。今日はもうね、1時間以上昼寝したんちゃうのかな。もうガツッと寝ましたね。そうですね、1時間以上寝てますね。14時12分起きたん、4時前ですからね。はい、気分もすっきりはしてます。はい、さて今日はですね、沖縄の知事選挙だそうでございまして、今もう5時半回りましたんで、8時までですか。で、今日のですね、同日中に大勢が判明する見通しというのが書いてありますね。GG.com 見てるんですけど、で、どうやら保守が分裂してますんで、またですね、玉城デニーさん、今の現職知事ですね、が当選されそうな感じなんですけど、沖縄って、まあ、僕が子供の頃にですね、日本に復帰をいたしました。それまではアメリカ占領下にあったわけであって、まあ、いろんな事件がありましたけど、アメリカ軍基地がですね、沖縄行きますと分かる通り、とこみんなアメリカ軍基地なんですよね。で、まあ、アメリカ軍基地があることによってですね、潤ってる人も中には一部いらっしゃるんですけども、まあ、大半の人はですね、あんまりそれを快く思っていないわけでして。なんでですね、できれば記事返還してほしいという沖縄の方々の気持ちはわかるんですけども、どうでしょうね、沖縄って離島も含めてですね、ローカル新聞いっぱいあるんですけども、ほぼ全部左翼なんですよね。左翼のね、いけないところはね、きれい事ばっかし言うんですよ。米軍基地で全部撤廃せとかね、返還せとかね、そういうことばっかり言うてるわけであって、現実的にですね、それ取り組もうと、問題を見つめようというふうなメディアが現地に、私が知る限り一つもないんちゃいますか。確かに離島の八重山なんたらっていうのだけがまともなですね、保守系の論調の新聞だったような気がしますけども、他全部ですね、まあ言うてみれば朝日新聞をもっとひどくしてるような連中の作ってる新聞でして、で、オール沖縄なんて言いましてですね、その左翼勢力が全部集まってですね、デニー玉城氏を支持をして、で、今まで当選してきてるという話なんですけど、それが果たして沖縄のためになってるのかと言いますと、大いなる疑問ですね。返還後しばらくずっと自民党系の知事が当選してですね、沖縄振興策っていうのをまとめていたんですけども、ここのところどうも怪しいですね。左翼でもね、きれい事だけで済まないような人であればいいんですけども、大体きれい事で済ます人が多い。きれい事で済ませてるとですね、ちっとも街が良くならないわけですね。東京で言えば中野区なんかそうなんですけども、全然街が旧態依然としてるでしょ。あんだけのポジションがいいポジションですね、杉並区より新宿に近いわけですから、なのに街の格ってのは未だに低いんですよね。なぜか行政なんですよ。だからきれい事ばっかり言うようなね、で、なんかわけわからん、その現実的でないようなことを言うて、そのくせ裏で悪いことするみたいな人が結構多いわけですよ、左翼には。なんでデニー玉城さん、詳しくは知りませんけども、あの方が今まで知事をやってきてですね、沖縄のためになったかというと、僕は遠くからしか見てませんけども、決してね、沖縄のためになっていないような気がしますね。やっぱり、ね、左翼系の知事になると東京とのパイプが薄いんですよ。まあ、あの方は、ね、国会議員の経験があるんで、俺はみたいな感じですね。国会というか東京とのつながりを、ね、強調しているようなところもありますけども、やっぱりね、弱いと思います。で、あんな辺野古に移転したらええやんと、それ以上のね、それ以外のね、いい方法があるかっていうとないわけですよ。
アホなね、鳩ポッポが総理大臣やった時に最低限圏外とかアホなこと言うてたでしょ。あれから何年経ってんのって話ですね。あれが2009年ぐらいの時ですから、もう13年ぐらい経ってるわけですけども、1ミリも前進しないね、はっきり言うて。で、普天間はですね、あのままでしょ。で、あれもね、変な話で、先に米軍基地があって、その後で住宅街ができてるわけですよ。で、アメリカ軍がしたら勝ったこと言うなって話ですね。住宅街の上飛ぶなとか言われると、ら知らんやん、そんな。お前らが後から来たんやんっていう話ですね。で、最後の人たちっていうのは、そういうね、ような現実的なことをですね、全部度外視して、もうすぐにヒステリーに叫ぶわけですね。基地反対っつって。そんなんではね、何の解決にもならない。で、今のところね、大きな事故は起きていないけど、そんなね、飛行機はたまに落ちるんですよ。当たり前、そんな。地球に重力がある限りは、たまにはそういうふうに落ちることがあるわけであって、その住宅地に落ちる可能性だってゼロではないわけですよ。辺野古に行ったら全部解決するわけですよ。少なくともですね、あれ普天間の住宅地に落ちる可能性は限りなくゼロに近くなるわけですね。なんでそんな簡単なことがわからへんやろという。不思議ですよね、ほんまに。僕も沖縄何回か行きましたけど、ね、大好きですよ。あの機会があれば住んでみたいと思いますけど、まあ、それでもね、現実をきちんと見るということができなければ、沖縄はちっとも良くならないし、今のまんまちゃうのと。沖縄の方ってね、優しい人が多いでしょ。僕のイメージですよ。優しい人が多いし、あんだけ綺麗な海があるところも世界でまれではありますし、食べ物おいしいし、人優しいし、ええやん。ただかなりね、東京の人間が行ってですね、不動産買いあさったんで、マンションの値段が上がったと聞きますけど、まあしゃあないですね、それはね。で、沖縄の米軍基地が将来のいつか返還されるかっていうと、そういうことはゼロとは思いませんけども、僕が生きているというか、もう今世紀21世紀中にそんなことが起こり得るとは思いません、はっきり言うて。沖縄の基地はね、アメリカの太平洋戦略の要なんですよ。で、アメリカがね、もう世界のアメリカでなくなるんや、俺らはもうアメリカ本土とハワイの中にいいや、ええやんというふうになればですね、沖縄から撤退するでしょうけど、そうなったら逆に日本は誰に守ってもらうねんっていう話になるわけですよ。だから現実として沖縄の米軍基地がなくなるなんていうことはないし、もしなくなるんであれば日本が危うい時だと。日本が今のこの自衛隊みたいな貧弱なですね、軍隊だけでは守りきれない状態に置かれるということであって、そうしたらもっと僕らがたくさん税金払ったりしてですね、軍隊を整えなあかんわけであって、それをしんどい話やいや、アメリカに守ってもらうだろうと僕は思うんで、それに沖縄がですね、ある程度犠牲を払ってるってのはよう分かってますから、だから本土からはいろんな振興策を持ってってるわけでしょ。なんでそういうね、ただ普通のこう誰でも分かる現実をですね、こう認めようとせずにアホなことを言うてですね、ああいうなあもうできなさそうな、実績もなんもないでしょ、あのデニー玉木さんって。なんであんなおっさんをわざわざ当選させんやろなと。まあ今回はね、自民党もね、一本ができなかったんでね、それも大きなあれがありますけどね。まあそれにしてもね、あんな無能なね、見かけだけちょっと良さそうなおっさんをね、知事に職なんていうのは、沖縄のためにですね、何にもならないと思うんですけどね。でも現実は多分、今日あれでしょう、この動画上げてから2時間ぐらい経ったらですね、当選確実とか出てるんちゃいますか、ほんまに。アホ臭いですけど、まあしゃあないですね。僕、この、その他の候補者さんが、どの程度の方なのかよう知りませんけども、多分、これ、保守分裂ということであれば、玉木さんご当選になるんでしょうね。で、また4年間はですね、ほぼ何も動かないという状態のままではないかなと思います。それは決して沖縄のためになることではないと思います。基地反対とか言うてるのもしゃあない、むなしいスローガンですから、あんなことよりも現実的にね、今よりちょっとでもマシになるような方に持っていくのがですね、本来のですね、民主主義の政治というもんではないんでしょうかね。理想論、きれい言葉かし言うてもですね、1ミリも良くならないわけですよ。そんなもん。きれい言言うてね、ようなるんやったらね、そのね、きれい言唱えてたらええの。それでうまいこと言ったら試しがないわけですからね。
まあ、愉快なお隣さん見ててもね、メディアの責任は大きいですけど、沖縄を見ててもやっぱりメディアの責任は大きいと思いますね。なんで現実的というごくごく簡単な選択肢が選ばれないのかという、不思議でなりませんと、まあ、そういうお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。